はい、願い星の赤木です。今日はこの強化拡張パック EV ヒーローズの EVs セットを、開封していきたいと思います。中にはですね、まあ知ってる方も多いと思うんですけど、まあ、あの強化拡張パックこの EV ヒーローズが2ボックスと、あとプロモカードの FEV MAX、 あとでこの EVs のこの EVs セットのなんかこの絵のデッキシールドとデッキケース、まあ、そしてあと、まあ、この外の箱ですね、はい、まあ、あるんで開けていきたいと思います。はい、シュリンク開けました。はい、シュリンプじゃないです、シュリンクです。はい、シュリンク開けました。でこれを動かすと、かわいいっすね、めちゃめちゃ。でここに、まあ、あのレンゲの星のブラッキーと前山の推しのブースターがいますね。はい、ここにも、はい、あります。開けます。うお、こんな感じになってるんですね。ちょっと僕あの無限ゾーンのやつとかも僕買ってないんで、ちょっと僕こういうのが初めてです。でウィズの箱が2箱と、これが AFEV MAX、 そしてこれが、デッキシールドとデッキケースになってますね。今回の動画は、もう2箱とも、開けちゃいたいと思います。僕今週月曜日から木曜日まで中間、昨日まで中間テストがあったんですよ。で僕なんか今高校3年生で、でなんか人生初の赤点取っちゃいました。まあ、はい、全然嬉しくないです。実績解除とか言ってますけど、はい、じゃあまず1パック目、非面化で、EV、 これあれですね、あの V サーチのポケモン V3 枚持ってくるやつです。でベロバア、母子守り、ペルシャンと、でなんか謎解きポケカが一番後ろに入ってます。で転んだ、あ、はい、これあのみんなで転がるとか言ってて、まあ今んとここのマリルしかいない、一人で転がってるマリルですね。で車湯と、あ、エレメンタルバッジ、これいいですね。これあのシャワーズとサンダーストブースターにつけると、まあなんかカウンターゲームみたいに無色エネルギー1個減るよってやつです。でシビルドン、謎解きポケカで、ニャース、スナバ、シビシラス、私らがドリームボール、この私らががこのなんかニャースとかとイラストがつながせていいですよね。で、まあ、謎解きポケカと、でヤンチャム、クチーとマリルリ、お、シャワーズ V 来ましたね、やった、ありがとうございます。そしてなんかエネクジみたいな効果持ってるマクワですね。で謎解きポケカで、シビビール、しずくも、マンタイン、ギモをぐんぐんシェイクですね。なんかこれはエクストラとかでなんか悪さしそうって言われてますね。じゃあどんどん開けていきたいと思います。うん、なんか僕初めてやったポケモンの、ゲームの方が、ダイヤモンドパールだったんですけど、なんかそこでなんか自慢の裏庭みたいな、なんかロスガッシーのそう、なんかどっかの間にある自慢の裏庭みたいなとこでなんか EV が出て、なんか捕まえてなんかその時はなんかサンダースにして育ててましたね。なんかあ、うまく開いてないですね。あ、はい、マグカルゴですね。まあ願い星をなんかまあちょっと知ってるよって人だったら、まあはい、マイマです。で、ピカチュウ、ゴロンダ、カイロスと、アロマなお姉さんで、謎解きポケカ、ロトム、ドーブル、鬼しずくも、あ、エンテイ、刺激もで、マルマイン、HP70 のゾロアですね。で、なんか今見えちゃいました。イエスさん、ヒンバス、お、はい。まあ、さっきちょっとまあ見えちゃったんですけど、まあ、はい、ニンフィア V の、SR ですね。まあ、スペシャルアートか。いやー、まあ、嬉しいですね、普通に。なんか、ニンフィアも、僕なんか、メロエッタの時の映画でしたっけ、あの、同時上映でなんか、ショコタンが上映、なんか、ニンフィアの席やったみたいな、その時にまあニンフィアいいなと思って、なんか僕ポンチョ EV のやつのニンフィアとかも持ってるんで、とても嬉しいですね。
で、ファッションモール、謎解きポケカード。で、フラベベ、ビリリ玉、水五郎、あ、ミロカロスですね。これ、なんか、マリーとかで、マリー来ませんってやつです。白ですな。で、謎解きポケカード。で、クルミル、マグマック、シビシラス、ガルラ、スノーリーフバッチと。これは、あれですね、リーフィアとグレイシアにつけると、なんか、逃げるためのエネルギーが全部なくなりますってやつです。ヒンバス、ヒメンカ、ビリリ玉、マクロ、あ、リボンバッチですね。これ、ニンフィアにつけれるやつで、取られるサイドが1枚少なくなるよってやつです。謎解きポケカ、クチート、マグマック、ピカチュウ、あ、ニンフィア V ですね。はい、ありがとうございます。で、ペルシアン、謎解きポケカ、ドーブル、マユマ、ロトム、なんか、連撃のポケモンにエネルギー付け替えれるフラージェスですね。で、あ、月と太陽のバッジ。これ、ブラッキーとかエフィがボスの指令受けなくなるっていう強いカードですね。で、謎解きポケカ。で、イーブイ、クルミル、マンタイン、フラエッテ、ぐんぐんシェイク。そして謎解きポケカ、ゴロンダ、しずくも、シビビール、ライチュウ、シビル、ドン、謎解きポケカ。なんかまあ、幸先いいんじゃないですかね、結構。EV、ギヒダルマ、しずくも、あ、ラビットハンドのマーシャルですね。まあ、連撃のカード2枚、まあ、手札に加えられるんで、まあ、連撃テンタクルとかにね、まあ、入れば、まあ、次のターンの動きを安定させることができるんじゃないですかね。ガルーラ、謎解きポケカ。マグマック、砂場、マンタイン、ライチュウ、フラエッテ、謎解きポケカ、一人で転がる、イエスさん、車湯、あ、ぐんぐんシェイク3枚目ですね。母子守、謎解きポケカ、ヤンチャム、シビビール、ニャース、マクロ、エレメンタルバッチ、謎解きポケカ、70ゾロア、フラベベ、ロトム、あ、ゾロアークとミロカロスですね。なんかこのゾロアークは、なんかちょっと、僕、よくわかんないっす。はい。なんかトラッシュと、なんか入れ替えれるよ。なんかメタモン V の、なんか、一進化バージョンで、ヒエクバンみたいな感じですね。なんか僕、クババドレックス、しばらく使ってたんで、まあもうちょっと、なんかクババドレックスで楽しみたかったなっていう印象はあります。しずくも、ピカチュウ、マンタイン、ギモン、アルマイン、で、謎解きポケカ、ヤンチャム、ドーブル、水五郎、あ、グレイシア V ですね。これ、1ターン目から、あ、ここ1ターン目から、まあ、グレイシア V マックスになれるよっていうやつですね。で、白ですな、謎解きポケカ、水五郎、クルミル、シビシラス、お、ブラッキー V マックス、いいですね。なんか、これは三文時代にいたルガルガン GX みたいな感じで、なんか相手のベンチポケモン1匹呼べるよってやつです。で、マクワ。で、謎解きポケカ、ベロバー、一人で転がる、砂場、ペルシアン、ファッションモール、謎解きポケカ、イエスさん、シビビール、マグカルゴ、おっ！え？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 リーフィア VMAX の HR、スノーリーフバッチ、謎解きポケ、え？やばっ！え、やばっ！これもう一個ぐらい僕は赤点取ってそうですね。ちょっと僕、物理も自信ないんですけど、多分これ物理も赤点ですね、これ僕。やばっ！あ、これ物理も赤点じゃん。僕、今までずっとなんか定期テスト一夜漬けみたいな感じでっていうか、やってたんですけど、なんか、やっぱ寝た方がいいっすね。はい。ちゃんとテスト2週間ぐらい前からちゃんと勉強して、テスト前は寝た方がいいです。寝ないと頭回んなくて赤点取るんで。はい。フラベベ、クルマユ、シビシラス、あ、リーフィア V。緑化細胞で、なんか番終わるけど、草エネルギーつけれるよってやつです。アロマなお姉さん、謎解きポケカ、ニャース、ヒンバス、
ピリリ玉、カイロス、あ、トレジャーエネルギー、そういえば来てなかったですね、トレジャーエネルギーで、謎解きポケカ、EV、アリルリ、ヒメンカ、マクロ、月と太陽のバッジ、謎解きポケカ、マグマック、クチート、クル、あ、ニンフィア VMAX 来ましたね。これで、はい、まあ、120、まあ、石変人 V となんかツイッターで散々比べられてましたね。で、ガルーラ、謎解きポケカ、ゾロア、ロトム、鬼しずくも、リボンバッジ、プラエットと。なんか、なんか、普通に、めっちゃ引きよくない？今日っていうか、なんか、今回。やば。やばい、すいません。やばいしか言ってないですね。はい、めちゃめちゃ、不器用なんで3分ぐらいかけて、これ全部開け終えました。またじゃあ、さっきと同様、5パックずつ見ていきたいと思います。1パック目、ヒメンカ、マユマ、ヒンバス、あ、ラグラージ、マディメーカーですね。なんか、泥沼製造車みたいな、なんか感じのやつ出てましたね。シビルゾン、謎解きポケカ、ピカチュウ、クチート、ベロバ、カイロス、ドリームボールですね。さっき出た時解説しなかったんですけど、なんか、ボールジャグリングとかのデッキに入りそうですね。うちのチームの、ジャグラーの人はなんか、現状今あるボールで足りてるっつってましたね。で、ドーブル、マリルリ、鬼しずくも、エンテイ。で、リボンバッチ、で、謎解きポケカと。で、ドーブル、すいません、こっちですね。ドーブル、鬼しずくも、マユマ、月とタイヤのバッチ、ギモを、謎解きポケカ、ヒメンカ、ビリリ玉、プチースト、あ、ブラッキー V、さっき出なかったんで嬉しいですね。ありがとうございます。で、ガルーラ、謎解きポケカと。いきます。マグマック、シビシラス、ヒンバス、シビルド、ぐんぐんシェイク、謎解きポケカ。まあ、マグマック、ピカチュウ、ドーブル、エレメンタルバッチ、マクロ、はい、マユマ、ロトム、EV、ショッピングモール、ミロカロス、ピカチュウ、コロンダ、クルミル、あ、リーフィア VMAX ですね。あのマス、マックは、謎解きポケカ、クルミル、マンタイン、コロンダ、連撃コネクションのフラジスト、フラエッテ、そして謎解きポケカですね。なんかガブリ、僕、推しポケガブリアスなんですけど、なんかガブリアスの、ね、まだなんか、剣盾入ってカード来てないんで、そろそろ来てほしいなってずっと思ってるんですけど、いつになってくれるのやら、一人で転がる、ペロバ、車入り、ギモ、トレジャーエネルギー、謎解きポケカですね。しずくも、シビビール、マリルリ、オーロンゲ、スノーリーフバッジ、謎解きポケカ、ヤンチャム、ニシズクも、フラベベ、ペルシアン、アロマなお姉さん、謎解きポケカ、イエスさん、水ゴロウ、ゴロンタ、あ、ブースター V ですね。これ、マユマの推しポケです。で、白です。なんかこの箱はもう願い星の推しポケが2人出てますね。なんかこの箱もなんかいい引き、しそうですね。いい引き、しそう。イーブ、ベロバ、ヤンチャム、あ、私らが、いいですね、これ。マルマイン、謎解きポケか。なんか今回ね、この謎解きポケ変えると、なんか EV のデッキケースなんか抽選で当たるみたいなんで、皆さんもね、ぜひやってみてくださいって感じで。まあ、僕までやってないんですけど、まあ、うちのメンバーのなんかまあ何人かもやってましたね。はい。なんときポケカ、ピリリ玉、水ゴロ、ゾロは、ニンフィア V、そして白ですなと。もうダイパのリメイクのね、発売日も
もう決まったんで早くやりたいですね。で僕イラティナの色違い欲しくてずっとグレイシア V の SR ですね。これも可愛いです、とても。これもね、まずそのダイヤモンドパールに出てきたから出てきたというものですね。フラエって、なんというか、ちょっとこれスリーブ入れておきます。なんかプラチナでギラティナの色違い欲しくてずっと粘ってるんですけど、なんかもうモチベがね全然続かないんで、まあ、そろそろまた始めようかなと思って、なんかね金ネジキとかもねちょっとやってみたいですしね。カイロス、ロトム、ニシズクモ、コロンダ、マクロ、トレジャーエネルギー、ロトヒポ、スナバー、シビシラス、ヒメンカ、あ、サンダース、やった。サンダースかっこいいっすよね。なんかシャドーボールとか僕売ってましたゲームで。リボンバッチ、ロトヒポピカ、クルマユ、シビシラス、ニャース。イロカロス、ぐんぐんシェイクと、あと2、3、4、5、6、あと6パック。あ、じゃあ僕さっきどっかで4パックで上げてるとこありました、ね、すいません。じゃあラスト6パック、ドーブル、水ゴロ、フラベベ、ラグラチ、マックは謎解きポケカ、シビビール、マユマ、ヤンチャム、白ですな、母子もで、ピカチュウ、マンタイン、イエスさん、マーシャドウ、ドリームボール、キンバス、ビリリダマ、イーブイ、ゾロアーク、カイロス、なんとかマリルリ、ヒメンカ、マグマック、あ、グレイシア V マックスですね。グレイシア VMAX、 これは相手の、グレイシア VMAX 以外の VMAX ポケモンからの技のダメージ受けないよーっていう、なんか強いですね。なんか、まあ、無限ダイナとかからダメージ受けないよーっていう風になります。でエレメンタルバッジ、多分これ最後のパックですね。クチート、クルミル、ゾロア、ガルーラ、パッションモールト。いやでも今回相当引きいいんじゃないですかね。はい、まあ並べると、まあ、今回こんな感じですね。まあ、レアは上の段が2箱目で下の段が1箱目なんですけど、まあやっぱレアカードが1枚少ないと、まあ、SR 枠がまあ1枚多いっていう感じで、まあ、あとトレーナーズの方もなんか、まあ、どれも2枚ずつぐらい出てるかなと思ったんですけど、まあ、結構ばらけてて、まあ、なんか3枚出たのに、まあ、1箱目では1枚しか出てなかったみたいなのもあったりするんで、まあでも大体まあ、1箱買えば、トレナーズはまあ、トレナーズとかエネルギーはまあ2枚ずつは出るかなっていうイメージですね。はい。まあまだ他にも、開封の動画上がると思うので、まあそちらの方も、ぜひ、チェックしてみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。